頑張ってちょっと喋って、その時進行がてら。あともう一つ、今エアコンって何度なの？今22度です。もうちょっと上げてもらっていいかな。なかなか入んないですね。うん。じゃあ行きます。はい、はい、皆様こんばんは。こんばんは。島君インスタライブもチャンネルの時間です。今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、今日は4名でやります。どうぞよろしくお願いします。お願いします。ブランベールとセミクチュールのアイテムが今日入荷しましたので、最初にブランベールの回、次にセミクチュール回で、はい、回りますので、ぜひぜひご覧ください。じゃあ参りましょうか。そっか、僕か。よろしくお願いします。お願いします。まずですね、こちらのブランベールスタジオのアイテムからいきます。これフード付きの半袖のニットに同じくスタジオの、ブラウスカット層を重ね着してる感じになっています。結構ロング丈で、すっごいこうふわっとしててめちゃくちゃ可愛いニットに、ボトムはマレーラの例の合皮のクラッシュレザーの合皮のパンツを合わせました、うん、なんかこのパンツも万能ですね。結構いろんなのにね。ですよね。本当にそんな感じです。パンツがそこそこ丈長いのでどうかなと思ったら、すごくいい感じに着こなしができたので、うん、いい、とってもおすすめのコーディネートです。で、まずこちらのニット、ね、もう切れちゃいますね、この辺だと。切れますよね。めちゃくちゃ可愛いのが入ったんです。こちらの、よいしょ、こんな感じ。こういうポンチョに手が出るみたいな感じのふわっとしたビッグシルエットのニットにパーカーがついていて、そのパーカーの中が配色使いになってます。こんな感じになります。黒黒で合わせてるので丈の感じがちょっと分かりにくいかもなんですけど、うん、膝上ぐらいの丈で結構長め丈になります。こちらが綿94ウール 3% カシミヤ 3% なので、ほぼほぼ綿のニットなので、秋の立ち上がりからずっと着ていただけます、うん、これだけで、今中に着てますけど、これだけで着ていただいて全然大丈夫なので、半袖のニットとして今から着られますね。割と肩はカバーしてくれてますもんね。ね、ここまで落ちると安心感ありますよね。で、ここのなんかモコモコ素材かと思いきやそうじゃない、ここのワッペンがすごく効いてます。でこちらがアイボリーになります。でこちらがグレーになります。これもいい色です ね、いい色ですよね、すごく、うん。で中がアイボリーの配色になります。え、なんかフードの中の配色もちょっとしたことなんですけど、うん、聞きますよね。明るく、周りが明るくなりますね、うん、こんな感じでポッケがついてます。それと
今着ているのがブラックになります。中の配色がグレーと同じアイボリーになります。こんな感じです。で、中に着てるあのカットソーは、こちらがお色違いになるんですけれども、うん、前身頃がカットソーで、お袖とか後ろが不白の、異素材使いドッキングのカットソーになります。もうこのまま1枚で着ていただいて十分なんですけれども、うん、あの重ね着にもすごくちょうどいい感じに、またこのニットとここの切り替えがちょうど合うようになっているので絶妙な組み合わせです。こんな感じです。めっちゃ可愛いですね。それで、ちょっとあのこちらを脱いでジャケットを合わせたいと思います。ちなみにカットソーが着るとこういう感じになります。この切り替えがちょっと面白いデザインが入ってます。すごい四角く切れてるんですね。そうちょっと軽やかに見えて、うん、丈はすごくあのヒップ十分隠れる、うん、太もも真ん中ぐらいの丈まで来ますので、裾のなんか見返しの太さも効いてますね、うん、そうですね。ここがいい感じに張りがあって、うん、あの形が綺麗に出ますよね。なんかねちょっと軽い綺麗なエライみたいな。そうですね、本当に。でこれに同じくステューディオのパーカーです、うん、こんな感じで黒白の配色がめっちゃ効いてる。よいしょ、こんな感じでちょっとあの裾から出る感じもいいかなと思います。なるほど、はい、なんかちょっと見え方がなんか楽しいですね。ですよねえ、どうなってんのみたいな。黒配色がすごく効いてて、うん、あのちょっと丈が長めでこう若干あのストンと落ちるパーカーなので、うん、あの細身のパンツとかで合わせていただいていいんですけれども、あの、まあ、今日はこのハーフパンツで着たんですけど、こうやって着流してあのレイヤードしていただくのもちょっと面白いかなと思います。で、あとパーカーはこちらのモカがあります。モカと黒の2色展開です。自由が丘とちょっと配色が、あれ自由が丘はあのモカじゃなくてグレー、あグレー、うん、はい、グレーに黒の紐が丘はグレーに黒の紐のがありますですね。もう1色あったのね。もう1色ありました。ここは2色、2色、はい。あと、あ、まだある。はい、すいません。あと、これいいですよね。ブリゾン、はい。すいません、欲張って3つ紹介しちゃうけど。他の人の分がなくなっちゃう。あるのよ。あるのよ。こちらのブランベールステューディオのブルゾンになります。あの、ちょっとこう丈が長めで若干こう広がるタイプのブルゾンなので、もう軽くパサッと羽織れるあの気楽さと、もうあのすごくおしゃれで着やすいなんかこう丈感がちょっといいなというブルゾンです。こんな感じになります。やっぱりなんかブルゾン、ブランベールのはこう高層感があるっていうか、ねえ、ね、なんかね形も綺麗に出るし、うん、すごく素材がしっかりしてます。こんな感じになります。はい、なので
結構このカットソーが本当に何でも合わせやすくて、うん、すごいおすすめです、ね、なんかさりげなく効きますね、うん、素材の良さもすごく出るので、うん、あの着心地もすっごくいいです、うん、じゃあお値段をいきます、こちらのカットソーが 29,700円、ブルゾンが 39,600円、マレーラのパンツが 29,700円で、最初に着てたフードのニット、こちらですね、こちらのフードのニットが 39,600円、はい、でこちらのパーカーが 42,900円になります。ブルゾンはお色違いなかったです。あ、失礼しました、ありがとう。ブルゾンのお色違いがこちらになります、ね、なんかまたエルボーパッチの感じがはっきり ね, ね出るので、ね、なんかこの大きくついてる具合がまたいいんですよ ね, ね、エルボーパッチよりはもうちょっとこっち側にあるんだけど、あ、エルボーよりかはちょっとそう反対側がある感じなんだけど失礼しました。でもここがすごい効いてますよね、うん、エルボーじゃない、あ、そうなの、うん、エルボー大きすぎて分かんなかった、うん、エルボーパッチ信用ならないからこれいやいや、そんなことないです、そんなことないです、モッチーさんだよ、いや、そんなことないです、どっちもどっちこちらアイボリーに黒の配色になります。こちらの黒はあのここの配色の色はないくなくて黒になってるんですけれども、うん、白と黒のコントラストがはっきりしてます。どっちもいい色です、はい、そんな感じで私からはのブランベルのご紹介はこちらになります、はい、ぜひお試しください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごい盛りだくさんですかね盛りだくさん、すごい。私はブランベールの V ネックのニット、V の空きがすごい綺麗なのと柄の出方、あとリブの、ね、うん、あったりとかちょっと面白いので選んでみました。まあ、V の空きが結構しっかり綺麗、ね、割と、うん、で左右非対称のこの柄の出し方、うん、あと袖口も右と左で出るところがちょっと違う。なんかあんまりブランベールにこういう感じなかった気がしますよね、うん、反対にするとそうこっちとこっち逆になるって、うん、で、こっからこっからがちょっとリブになってて、ね、生地が入れ替わって、ね、そうなんかそうですね。でここはあの普通の編み方で、で裾もリブになって柄の出方で表情を出してます、うん、なんかのっぺりしない感じ、ちょっと立体感っていうかあるかな、ね、なんか体に張り付くラインじゃないですよね、うん、ちょっと。でこれも割ともうちょっと涼しくなったらすぐ着られる、うん、面がメインでウールちょっとカシミヤちょっとっていう組み合わせなんで割とさらっと着られるニットになります。袖は結構長いので腕の長い方も安心ではないかなという長さになります。十分な長さ、十分な長さ、あとそう割とたっぷりしてますね。後ろはこんな感じ、後ろも軽い V になってますね、うんうん、デザインが工夫されてて面白いかなっていう感じです、うん、ね、割と身幅がしっかりあってアームも結構広いのでもうほんとフリーサイズな感じで、フリーサイズな感じです。もう肩も結構落ちてますしね、うん、いい、でとてもサラッとして着やすいです、はい、で、まあ、ちょっと上がたっぷりしてて、あと身長が151なので、下はちょっと細身のデニムでブツインしてちょっと秋っぽさを出してみました。でニットはお色違いがあるので、はい、はい、おお、またすごい。そう、最初これ着たかったんだけどちょっと
色合わせちょっと考えちゃって、ちょっと無難なグレーと白の組み合わせにしちゃいましたけど、オフ白って言ってたさっき、オフ白、まあ、ちょっとグレー混ざってるね、アイボリーって言ってたのかさっき、アイボリーとあのエンジっぽい綺麗な赤、ね、キリした赤 のブランベールの特有の赤ですよね、いつものね赤だよね、ちょっと深みのある濃い赤、うん、濃い赤です、はい、これとあとはちょっとクールな感じで黒と白と薄いグレーみたいな組み合わせ、あグレーも混ざってるんですね、うん、グレーも混ざってるグラデーションみたいになってると面白いと、ここの感じですね、そうそう、の3色になります、うん、でせっかくだから何か羽織ろうかなと思って、ただ着丈が結構長いので、うん、これ違うところであれなんだけど、あの多分この間もインスタライブでご紹介してるちょっと配色の入ったフード付きのロングコートです、ね、これにそうするとバランスがいいかなと思ってこれにしてみました。ペットがちょっと上についてる、うん、こんな感じです。生地の張り感が効きますね、うん、中の柔らかさと、で、うん、でもう綿がこっちもメインで、まあ、ポリエステルも入ってるのでシワシワにならないで使いやすいかっこいいコートになります。長さもバッチリ、うんうん、です。多分あの色違いのコートは後で宮部さん着ると思うのであ、じゃあ今は今はちょっとこれであの黒とカーキの組み合わせになります。なんか秋のコートとしてはもうすぐ使いやすいかな、もうなんかほんとすぐ使っていただける感じですね、うん、使って面もらえる、折り返してカーキの配色が見えるような感じになってます。この感じ割と気軽に羽織れる。で、あと袖がたっぷりしてるものを着てもらっても割とここも広いの です、ね、ある程度のものは割とすんなりスッと着られるかなっていう感じですね。割とローゲージのセーターとかでも、うん、いいと思います、ね、うん、であのニットを変に潰さないようなゆったりしたラインになってます、うん、割と万能に使っていただきそうなコートですね、うんうん、なんかニットはいろんな形、秋冬は着たいからこういうコートがあると便利かなと思います、ね、フードの中の配色も部分部分がなんかそういうのが使ってあるので楽しいコートですね、はい、はい、そしたらお値段です。ブランベールのこの V ネックのニットが、39,600円で、あの履いてるパンツがイスコデニムのスキニーのパンツになりまして17,050円で、これがフード付きのロングコートが22,000円になっております。このコートがなんかすごいなんかお買い得よねって何度も聞いてしまうくらい、そう、うん、ってそう、これだとも結構長く着られるもん、ね、うん、あとはあれか、あのモフモフのフェイクファーのジレとかとね合わせてもらっても着やすいかなっていう感じなので、おすすめのコートになっております、うん、というわけで私からは以上です。あ、次は高松ちゃんかな、お楽しみに、はい、はい、失礼します。はい、ありがとうございます。こんばんは、2度目ましてのたぶん初めて私をご覧になる方もいらっしゃると思うので、高松瑞希と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。土曜ライブでは初めてですもんね。あ、そうです、初めてです、ね、私はブランベールの V ネックのニットを着てみたんですけれども、うん、先ほどもブランベールの V ネックのこう襟元と袖にラインの入ったニットだったんですけれども、はい、さっきの熊谷さんのよりこちらはちょっと薄手のニットでございます、ウール 100% なんですけれども、
すごくサラッとして本当にこれも着心地がいい、こう肌に本当吸い付くようなフィット感でもピタピタっとするわけではなく、うん、本当に綺麗に着られる、うん、すごく使い勝手がとっても良さそうなニットです。着心地もいいでしょ。着心地本当に良くてなんかずっと、うん、ずっと着てたいような感じ、うんうん、16ゲージって言ってすっごい細番手のね、はい、あのウールの糸を編み上げてるんで、うん、毛だめにならない。あ、それは嬉しい、うん、いくらあの乱暴に着ても毛玉にならないです。やっぱりこういう形が綺麗でシンプルなニットって普段使いしたいニットだから、うん、そういう毛玉になりにくいとかお手入れが楽ちんなの、うん、すごい嬉しいですよね。そうなんです、うん、バッチリなんです。でこの首元の V の開き具合が本当にこう深すぎずそして浅すぎず、うん、ここが本当に綺麗に見える。今私何もネックレスとかも何もしてないんですけれども、こうしなくても鎖骨がこう綺麗に出るような、もちろんこう華奢なネックレスとかしていただいてもすごい素敵だと思うのですが、本当にこのラインも効いててもうどうやって着ても綺麗に決まる、絶対やぼったくならないみたいなニットですね。で横はこんな感じ、後ろはこの掛け感もすごくいいんですよね。綺麗に決まる竹感、収まりがすごくいい竹感です。もうこれは本当に、うん、いつでもオフィスでもお出かけでも何でもどんなお洋服にもぴったり合うと思います。で、お色違いが、その辺の色綺麗、綺麗ですよね。綺麗、グレーもすごい綺麗なんですよ、うんうんうん、グレーで、グレーが貴重なもの、で、こっちはブラック、うん、これもまあ、うん、もう絶対使えるっていうお色です。あえてその色を選んだのは、あ、この後ちょっと事例を合わせたくてですね、うん、それ考えが事例を合わせたくて、うん、ちょっとその塩梅で、うん、あ、さすがです、この色に決まりましたはい、楽しみだね。どの事例で合わせるかな、どれかそしそしてこのパンツが、うん、パンツいいですね。これは見え、足元までちゃんと見えてますかね、うん、見えてますよね。あ、大丈夫です、はいはい、これはローブのもう大好評のマイスリットパンツなんですけれども、うん、秋冬仕様のちょっと丈が長めの、うん、ダンボールニット素材です、うん、あ、そのニット色違いも素敵で迷っちゃいますねって、色違い、ね、色違い本当綺麗ですよね。グレーもブラックも本当に綺麗です。もうどれも本当にね、どんな場面でも使っていただけますね、これは。本当にそうですよね。そしてこのパンツの、もうこのスリットも本当に綺麗で、うん、そしてもう履き心地がこれも抜群、うん、もうあの足のラインもすごい綺麗に出ますし、持っていて本当に楽ちん、ウエストはゴムで、うん、そしてポッケもあるという嬉しい仕様になっております。これ黒だけも追加で入ってきたの？あ、黒は追加で入ってくる予定です、まうんうん、36、38、40もしかすると42まで、42まで、うん、頼んでます、はい、頼んでますか、はい、42まで入ってきますので、うん、はい、現状、今売り場にあるのは？は青と赤、うん、青と赤ね、はい、あとこの黒、黒は、これ私物なんですよ。そういうことですね。よくお似合いで。なので黒は今はない。うん。もうどっちにしても、もう2、3日ぐらいで入ってきますので、はい、これは本当におすすめのパンツで、私もすごく愛用しております。はい。はい、そして、パンツと同じ段ボールニット素材のジレをちょっと羽織ってみたいと思います。これもすごくさらっと羽織れるんですよね、うん、こう軽くってもう完璧にセットアップだねセットアップですよね、うん、ジレのセットアップ、セットアップです、うん、これはジレパンツ、ジレパンツ、ジレパンツこんな感じ。このジレもポケついております、うんうん、あ、いい、こんな感じ、狙いはここだったわけねそうです、そうです、なるほど、ちょっとこれだと、うん、
アイボリー合わせがしっくりきた感じ、うんうん、I see, I see なんか自然に袖まくった感じもいいですねこのジネのこう、うん、ちょっとなびく感じ、うん、もうこれがすごい綺麗なんですよね、うんうん、こんな感じです。このジネって入ったまた追加で入ったばっか何色あるの？三色。モカとカーキ。うん、あ、そうなんだ。うん、すごくいい。ちょっとお色違いも見てまいります。はいはい、ジレスーツだ、ジレスーツ。ね、本当なんかスーツ感覚で。全く素材感一緒だからさ。うん。こっちがカーキ、うん。うん。こんなお色味です。伝わりますでしょうか。モカですね。はい。こんな感じでございました。うん、いいね。うん。ではお値段を。すごい軽やか。軽やかですよね。うん、足元までバッチリ。ありがとうございます。このブランベールのニット、こちらが28,600円。うん。でローブのこのダンボールニットのマイスリットパンツが12,980円。12,980円。はい、はい、でこちらのロングジレダンボールニット素材パンツと同じ素材のジレが15,180円でございます、はいはい、今突然思いついたんですけど、はい、ジレスーツですね。ジレスーツですね、はい、これは、はい、ジレスーツ、はい、ぜひお試しください。セットアップです。私からは以上でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。なんかかわいいでしょ、まあ、あの今日ブランベールの段ボールがドカーンと届いて、うん、それを開けて箱3つもう積んでありますけどね、はい、その箱の中から一番目について私に来てほしいって飛び込んできたニットを着ました。違う、え、私が着たいって手を突っ込んだ突っ込んで取ったそうそうそう、一番目に飛び込んできたニットで、このハイネックの高さといい、このお袖のこのポコンというリブ、ここリブっぽいんだけれども、そうです ね、うん、これホールガーメント、ホールガーメントですね。ホールガーメントになってる、うん、スーパーざっくりの、そうですね、うん、はい、すっごい着やすくて、お袖の丈といい、この技術は発達してますね、この丈、うんうん、ちょっと後ろが長いのかな、本当にすごい、うん、感じがよくって綺麗ですよね、うん、でこの丈だと今はパンツで合わせてますけど、うん、スカート、うん、タイトのスカートとかでもいいですし、うん、ふわっとしたスカートでもいいですし、合わせやすいんではないかなと思います。こんだけざっくりなのに 肩から脇のところが全くもたつきなくて、そう、きれい収まってるね。そうなんですよね、はい、これずっと、はい、あの何、ね、つなぎ目がない、はい、すごくスーッと上がってね、すごく綺麗で、この首のところが、ね、なんていうの、高さもあるのに締め付けないし、うん、だらっとならないし、すっごく気持ちいいです、うん、着てて、で全くチクチク感はないですね、うん、これお家でも洗えると思うんだけれども、うん、毛トモヘアが入ってるんですけれども、はい、ポリエステルアクリルナイロンと毛トモヘアですね、はい、すごい風合いもいいですよね、うん、ふわんとしてる感じでこう弾力のある感じになって特に肩のラインがね、すっごい綺麗、ね、綺麗なんですよ。キャスターにね、落ちて見えて、モコって ならないっていうのかな、うん、すごく綺麗なので、うん、あのこれにコートとかも全然、うん、あの着てみたんですけれども、うん、全然違和感なく手は通りましたね。お袖のところ、腕のはね、そこのところのポワンってした感じがね、綺麗に収まってんの。そうなんですよ、ポワンとなってキュッとなってる感じで、うん、取ってつけたんじゃないのね。そう、作られてるって感じ。そうすごく可愛い、うん、で、この上にそのジレ、ファージレを着てもまた可愛かったんですよ。
間違いない。あら、こんな感じで。あ、今画面見てる人のね、7割ぐらい欲しいと思いましたね、この感じ。欲しいです。ね、気持ちはね。本当に気持ちはね。こんな感じで合わせていただいてもこのお袖の感じがすっごくよく出るんじゃないかなと思って、そう、この感じにしたいですもんね。それであら、この時ちょっとあれ、わかりました、わかりました。ブランベールの聞きなさいや、ブランベールのブーツなんですけれども、ブランベールのブーツが入ってきたんですよね。入ってきたんですよ。後ろここもこもこがついてるんです。見えますか？そんな見えてる、ね、見えるかな。そう、見えてる。素敵な。でここがずっとゴムのところが黒なんですね。すごい可愛い。素敵なセーター、首の立ち方いいですね。そうなの、首の立ち方が絶妙なんですよ、うん、本当に苦しくもないし、うん、緩みすぎてもいないし、もう本当にこのセーターいいと思います。形が綺麗、とにかくとってもいいと思いますね。たるんって落ちてこないですよね。落ちてこない、そのまんまですよね、うん、さっきから来ているんですが、皆のものを私のもとにひざまずけ、ね、かっこいいです、うん、それで今みたいにジレでお袖がないものはもちろん着られるんですが、うん、コートですね、先ほどくまちゃんが着てたのの色違いのコートをちょっと着てみますね。これはベースがカーキと黒、このように全然こうもたつきもなく、うん、本当だ、はい、着ていただけます。当たりが出ないですね。全然大丈夫ですよね、うん、シルバーグレーの組み合わせが上品。あ、今のね、すごくいいと思います。こんな感じで着ていただいてもいいかなと思います。撮影の合間のあれですね、こうやって待ってる感じでね。そうそうそうはい、でこちらも綿がほとんどで、綿が55、うん、ポリエステル45になりますね、うん、すごく軽くて、うん、着る機会は多いと思いますね。このくらい厚い、そしてお袖がぷっくりしてるものでも全然入るので、うん、全然大丈夫です。はい、すごくいい感じだと思います、うん、はい、かっこいい。であとこちらのお色違いが黒がありましたね、先ほど、うん、あのくまちゃんが来て、でこちらの立ち襟のニットのお色違いですね、うん、冬の秋から冬のやっぱりこう五分袖七分袖っていいですよ、おしゃれですよね、こんな感じのお色があります、うん、これはえんじと白になりますかね、うん、ですね、はい、これ映ってる色と一緒ですよね、うん、ほとんどほぼ一緒です、ね、ほぼ一緒です、綺麗な色、はいはい、そしてこれ見て、それが短いわよ、あなたこれ不良品じゃないのって言う人いたらもうやだ、倒れますね、おしゃれな人が言わない、持ってらっしゃる方はこれが黒と白になります、うんうん、綺麗、こんな感じになります、うん、それもそうですけど、丈感もいいですよね、この丈感もすごくいい。だからこれで下にちょっと出してもズルッとならなくていいですよね、うんうん、このまんまでもちろんいいんですけれども、下から色のものを出してもすごくいいと思います。このところダメよダメよが続いてたからね、そろそろいいですね。いいですか、うん、そろそろね、もう暴れ暴れそうだもんね。やった、あ、でももっちさんが怖い顔してる。それではブランデールのこのニットですね、それが38,500円、はい、そしてこちらの折り返しのデニム12,980円、うん、そしてこちらのレスピーリのこのコートですね、それがっていうお値段の22,000円です。これはねやばいっすよ、ね、そして先ほどのフードのついたファーのジレ、うん、18,480円、うんうん、そしてこちらですね、後ろにボアのついたブーツ、牛革のブーツ、
39,600円になります。39,600円ですね、はい、です。じゃあ私からは以上です。じゃあもちさんに代わります。はい、ありがとうございます。はい、あら服が可愛いそりゃそうですよ、そりゃそうです。こっからセミクチュールの紹介に入ります。今日まだ半分もいってないですかね、入荷がね、入荷の量はね、まだ今年、ニットがとってもいいセミクチュールの、一部入りまして、すごい3分の1今日入ったの、3分の1入りました、うん、めっちゃ可愛いのいっぱいあるので、まずこちらの、ロングニットワンピースですかね、うん、これいいですよね、めっちゃ可愛いですよね、うん、この服は絶対可愛い、うん、服は可愛いですよねこちらがですね、前はこのざっくりした、編み地のニットになってまして、うん、後ろがこのチェックの布帛になります。このチェックの感じがまたいいんですよね、うん、チェックのね、あんまりしまくてチェック最近は少し出てきましたけど、うんうん、かわいい、値段を聞くのが怖いって、そう怖いですよ、ひとみさん本当ですよ、かわいいって、りょう横浜さんかわいいですよね、うん、でここの、この V の空きがまたすごい綺麗なのと、うん、ね、あと何気にこれ襟があるんです、うん、襟が前にこう出て主張してなくって、うん、この布帛のところに沿うように作られていて、うん、あのさりげない感じ、このデザインすっごく面白いですよね、うん、ちょっとここのね、こう綺麗に立ち上がってこの部位が綺麗だし、後ろ見ても襟が見えるという、うん、めちゃめちゃ可愛い、このざっくりのあぜのニットにフワークのね、グレンチェックを合わせたっていうドッキングのさせ方がちょっといいよね、うん、もうはっきり言って勘弁してって感じじゃない、フワークとニットのドッキングのね、ね、割とね、色がありましたけど、もう珍しくないというか、もう飽きたし全然って、これもう全く新たなニューフェーズ、うんうん、本当ですね、うん、この厚みにしっかりね、張りのある感じに、全然違う、感覚は全然違う、でこっちのチェック自体も張りがしっかりあるので、うんうん、この前のニットの張り、あの厚みと、うんうん、こうなんていうか引けを取らないこのシルエット、構築的なシルエットができます。いや、これほんといい、かっこいいですよね、おしゃれ、うん、それとね、ちょっと余談ですけど、久々にグレンチェックがブレイクしてきてるね、もうイブルースのほらグレンチェックもなくなってた、うん、これもそうじゃない、そうだな、うちにもそう、いやいやいや、グレンチェックは俺嫌いじゃないんだよ、あ、グレンチェックは、OK、単純なチェックが許せない難しいでもグレンチェックは確かにオリジナルでも作ったことありますね、うん、そうか、これでもめっちゃいいよね、めっちゃいいです、このググって、もう鮮度バシバシ、そうですね、うん、鼻で笑ってほしい、ドッキングのね、うん、あのワンティーとか着てる人たちを、それじゃ性格の悪い人になってるけどねこう、あの託し上げた時のここのボリューム感とかもすごい可愛くて、うん、とにかく着るだけでおしゃれ、うん、半端ないね、布帛、うん、の生地具合が違いますよね、そうですね、あとここの広がりもいいですよね、ここにタック、あの取ってこう分量感入れてるんですけど、うん、ここがすごくあのへにゃってならないので、すごくこれがボリューム感が効いてると思います。でお袖もものすごくたっぷり取ってあります、うん、このめちゃめちゃおしゃれなニットは、こちらの黒の他にあとブラウンがあります。どっちもいいんだわね、はい、これもまたおしゃれだよね、色気のあるブラウン、本当に博多っていうの、おしゃれですよね、うん、すっごくいいブラウンで、しかも綺麗に合ってるのね、それがこちらが、いやー、こちらが茶色で、ちょっとブルーの線がうっすら入ってて、うん、でこちらが茶色になります、うん、こんな感じ、すっごい可愛いです、こんな感じで
です。めっちゃ可愛いし、あのもうさらっと着やすいです。すごく、あの軽くて、うわあ、いい色って。そうですよね。今回の秋冬のコレクションのオーダーの時にこのセミクチュールと葵さんのピューテリーとあのなんだっけバッグ、はい、1000万ぐらいオーダーしてメーカーさんが大丈夫ですかって心配して、いっぱいお出したんだから喜べよって感じなんでね、こんだけ注文いただいてるありがたいんですけど大丈夫ですかって言われたって、そのぐらい気に入ってお出してますね、はい、びっくりした俺も。大丈夫ですかって初めて言われたっていうことは、それほど皆さんあんまりお出しないんだよね一般的に。ですよね。本当にあのたくさんいいのご紹介できるので、うんうん、ね、うん、こちらこれ自由が丘にも入ってきた瞬間、かわいいかわいいってもう2人で大盛り上がりして、かわいい、シンコ削って突き出して言いそうだよね、かわいい、そうそうかわいい、この部位がすごい大人っぽい、うん、そうそう、でいやらしくないですよね。そうそうそう、これはお胸のある人からない人までバッチリだね、うん、ない人もバッチリです、うんうん、はい、ない人代表は、はい、はい、ご参考ください、はい、ただ V に空いてるわけじゃなくてそう重なってる、ね、重ねる感じがいいですよね。ここがリブになっていて、ここが重なってもうかなり鋭角な V になってます、うん、グレンチェックってややもするとちょっとこう、うん、なんかちょっとなんていうかわいいっていうか、あの雰囲気あのなりがちな時ありますけど、うん、この部位がすごく大人な雰囲気にしてます、うん、あとそのシャツ襟がここに絡んでるのがもう ねマックス、ねうん、普通はこうなったりすると思うんですけど、うん、そうそう、ここにこうなってて、うん、前から見ると V なんだけど、うん、このねでもちゃんと高さを作ってるっていうところがすごい、本当に悪いけど謝りたくなるような素敵な一着だね。本当ですよね、うん、シャツ襟の厚みがいい感じに前から見えるんです、うん、そうそうそう、ここね、なんかあるっていう、なんか、はい、こちらのワンピースが、52,800円になります。52,800円です。死ぬほど高くはないんだよね。そうそうそう、なんかいい塩梅高いなぐらいの、でもないよなみたいな、そういう価格でないとオーダーもできますし確かに、はい、そんな感じになります、うん、はい、じゃあ本当によく似合ってるし、すごいいい感じですよね、うん、あの足元全然気になさる必要ないんだけど、冬場入ってったらタイツ履けばね、もう全然 OK な話だから、はい、もういかなるあのプロポーションボリュームの方もくるめて、うん、老若男女まで行かないけどね女性の方全般に、男の人でも一部着たい人いるかもしれないけど、うん、おすすめですね、これ。おしゃれ、おしゃれです、うん、そのそれめくった感じのたこまり感も綺麗なの、思ったよりで、かわいい値段でした。ひとみさん、値段慣れてきましたねあれ、ね、マークキンとか見た後にね、こういう感じとかはね、なんかおっしゃってる意味わかる、うん、あ、コート着れますか、楽勝です。今紹介してる感じのコートだとどれも羽織れますね、うん、もう何コートも着れますね、うん、あと今年ちょっとコートも少しアーム広めなのが結構出てきてるので、うん、割と何でも出てきてるっていうかね、うちに、うんうん、入りますからって、そうですね、うん、一言で言うな。こんな感じになります。はい。そう、全然着ていただけますね。こんな感じです。いやー、いいわこれ。うん。これでもマジでいいね。かっこいいですよね。笑っちゃうぐらい今回セミクチュールオーダーしてるんだけど、でも。デザインごとに言うと、6着ずつしか入ってないんだよね、はい、あの3着ずつしかね、はい、そういう意味ではなんかちょっとねレアですよ、すレアですね、はい、とてもおすすめです、はい、ぜひお試しください。 OK ですか、はい、OK ですかね、レアな女、はい、最後に出てくるあのレアな女見ると、はい、じゃあ次行きます、はい、ありがとうございます。明日試着に行くか検討します。あ、ぜひぜひね、お待ちしております、うんうんうん、
これね、ぜひ試作来ていただきたい、うん、これは来た方がいいです。完璧鉄板に合うと思う、うん、早い方がいいと思います、うん、ね、これはパーフェクトです、うん、パーフェクトだと思う。はい、ぜひお試しください、はいはい、はい、ぜひ。ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございます。あら、また女って、なんか可愛いニットが入ったなと思って、うん、そうで、ちょっとあのシンプルな合わせですけど、うん、まあ、ニットの良さを生かした感じで着てみました。ちょっとね、ここが取れたかな、はい、はい、今ちょっと中が出ちゃってるんですけど、じゃ、ここがメッシュっていうかなんか ね、ざっくり編みなんで、網がで前 と後ろもここまで見えるんだなって着て初めてさっき知ったあっと思って、もうちょっと工夫すればよかったかなと思いつつ、そうちょっとなんかここが、ね、ちゃんとニットになってますけど、こういう風なざっくり編みになってます。で、ここのところ、肩のところと、もっちーさん、首のところ、ね、ところはあのしっかりした編み地になっているので、うん、ここは結構ポイントなんじゃないかなと思います。ね、そこがないとね、うん。ね、なんかもうちょっとね、薄いとなんか避けちゃいそうだから。うん、で、ここはモコモコ、かわいい。かわいい。なんか羊みたい。わかんないけど。まあちょっとなんかウールがベースにはなってるんですけど、まあ。割とざっくりした編み地なので、あとここのシースルー感、このなんか肌が見える感があるので、うん、で、ちょっとこうくびれた感じのデザインも素敵かな。あと着丈はお尻がほぼほぼ隠れる丈になります、うん、安心丈ですね、はい、安心丈です。で、下に何合わせようかなって思った時に、ちょっとパンツじゃこのシルエットだと物足りないなと思ったので、うん、ちょっとこの別のところの、あのもうすでに紹介しているこの、異素材使いのこのスカートだとちょっとマーメイドっぽいラインになって、うん、あのこの長さでもやぼったくなりすぎずに、あの丈もしっかりあるので、うん、ちょっとなんか綺麗に着られるかなと思ってこの組み合わせで選んでみました、うん、もうひねりもせずこのまんま、このまんまです、もうそのまんまでいいですね、うんうん、このまんま外歩きたい感じで、まあ、スカートは一応飾りでこういうカチャンがついてますけど、うん、取り外しここだけできる、特になんか締められるとかそういうオプションはなくて、ここからあの出てる、本当にベルトの飾りになりますね、うん、後ろに通ってるわけではなくて、うん、通ってるわけではなくて、ここから縫い付いてここの部分だけ飾りでついてる感じです。中はあの平ゴムになってますね、うん、後ろもこんな感じです。なんといってもあのこの長さがいいかなと思いますね。いいですね、うん、でニットがちょっと形違いはちょっと今出せてないんですけど、お色違いがあるのでこれをお見せします。はい、ニットはこれが何だ、オフシロ、オフシロベージュ、オフシロ、オフシロ、うん、オフシロです。で、こっちが今度潔い真っ黒になります、うんうん、そこの胸元の透かしが綺麗なんだよね、うん、女らしいね、そう、なんかこの繊細な感じが綺麗なので、うん、カジュアルな感じのね、全体の編み地なんだけど、うん、そこでカジュアルな感じを思いっきり女らしく仕上げて、なんかいいですよね、この立体感と、うん、ちょっと今ここのベルトでお腹ポコってなっちゃうけどこのスッて落ちる感じとかも綺麗なので、うん、なんか自然にシェイプの効いた感じがまた効きますよね、うん、なんか今日はちょっとこっちの気分だなと思って、黒もあります、うん、はい、実に女らしいざっくりニット、ざっくりなんだけどボディライン割とこうシルエット出るような感じでちょっと減らし、うん、あの絞ってますね、うん、でもかといって小さいってわけではなくて、ちゃんとあの、うん、
余裕もあるんで、もうちょっとピタッと着ていただいても素敵だと思います、うん、シルエットでシェイプ作ってる感じなので ね、うん、ねここがキュッと締まって裾が若干広めになってます、うん、そしたら、お値段です。このセミクチュールのここがちょっとシースルーメッシュになってるニットが 42,900円で、この異素材使いのロングスカートが 15,400円。これがちょっとびっくり安い価格で、うん、これいいですよこのスカート、ね、綺麗ですよね。なんか形が、まあ、ちょっと全体のライン見てもこうなりますけど、うん、割と、ね、腰までタイトスカートのラインで撮ってるので、うんうん、なんか大きくなりすぎず、うん、すっきり履けます。ポケットもついてますっていうので、結構これはこれでおすすめです。まあニット大好きです、うん。このニット気に入りました。可愛いのでぜひ、ね、いいですね、試してください。スカートあと黒がございます。はい、黒もあります。うん、見せてか。あ、ありますか。見えた。目視。よいしょ。スカートはあとはカーキと黒。うん。2色になります。上の方の生地は割と伸縮の効いたこれカットソー生地、カットソーの生地になってるので、うん、で下がタフタなってますので、はい、ちょっとこれでメリハリ、素材の違いでメリハリ効きますので、はい、形が綺麗なスカートになります。履きやすいです、うん、履きやすいですね。というわけで私からは以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。あ、かわいい。かわいいですよね、これ。かわいい、かわいい。セミクチュールのチェックのニット、うん、これは許されるチェックでしょうか。全然オーダーしたんです。こうつけて言われて。これ本当に可愛くって、うん、なんていうか、今イスコデニムとニットっていう組み合わせなんですけれども、うん、このデニムとニ、うん、デニムとニットっていう、 こう定番の組み合わせだけれども、うん、すごいなんか冬が待ち遠しくなるような本当に可愛いコーディネートが生まれました。うん、あの帽子とか被るともっと待ち遠しくなっちゃって、もう行っちゃうんだよ、ね、冬まで自分で来い来いって待ってらんないっつって探しに行かないでよ。とっておきの、うん、とっておきの。じゃあもう早速かぶってみますね、うんうん、似合いそう。もう手に持ってた段階で、これ本当に本当に可愛いです。うん、ほら、あ、よく似合う。しかもありがとうございます。あ、バケットハット、うん、ちょっとボアのバケットハット、うん、こんな感じです。可愛いですよねこれ。いかがでしょうか、うん、めっちゃ可愛い。可愛いですよね、うん、でこのニットはもうさっきの薄手のニットとは打って変わって、うん、ちょっともちっとした、うん、こうボリュームもあるニットなんですけれども、はい、うん、このブルーのライン、うん、見えますかね。見える見える。この、うん、見えてますね。この綺麗なターコイズブルーっていうのかな、うん、がかなり効いてます。効いてますよね。やっぱり冬はもちろんベーシック、私も黒が大好きなのでベーシックな色を着たいんですけれども、やっぱりこういうショッキングピンクとかこういうターコイズブルーとか、そういうあのパキッとした色、冬はすごい映えると思うので、こういうポイントで入ってるのすごいいいですよね。あとこの着丈もすごくこう かっこよく決まる。あと袖丈もね。袖丈もいいですよね、うん、手の甲が全部隠れるぐらいですね。良い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 。まくっても可愛いし、うん、こんな感じです。生地の厚みもなんかいいですね、うん、このくらいで、うん、いい厚みですよね、うん、そしてニットもマジでよく似合ってるね。結構嬉しいでしょ。嬉しい。楽しい気持ちになります。分かる。だってすっげえ似合ってるもん。で、ニットももちろん超おすすめなんですけれども、うん、デニム、イスコデニム、うん、これ良くないですか。すごい、うん、綺麗ね、かなりシルエットが本当に綺麗に、うん、足がすごい長く見えませんか、うん、長いよ。長い。あのすごい足長く見えて、うんうん、これも私物なんですけれども、うん、実は
もうすごい気に入って、でお店に40サイズございます。はい、はい、あのすごい綺麗なストレートラインで、やっぱりこのインディゴカラーのデニム、やっぱり秋冬ニットと合わせて着たくなると思うので、もう本当この組み合わせで、ぜひお試しください、うん、貴重なスタッフなんだからさ、はい、あの10月11月を探してどっか遠くに行かないでよこれで、ね、したいっつって、ね、冬を探しに、そう冬を探しに行かないでよ、ここで待っててよ。そして、うん、ちょっとブランベールのポンチョを着てみちゃいます。そう冬を探しに行かれちゃ困る。これもすごいいいんですよ。あらあら、これかっこいいですね。ちょっとなんかおしゃれじゃないですか、うんうん、いやめっちゃおしゃれ何よりも顔がめっちゃ喜んでるそうそう、そこが一番ですね、うん、それが一番、ね、女の人は元気なんだ本当に、うん、あの気分が上がりますね上がります、これ本当にいいです、うん、こう横が、うん、結構ガバッと開いた感じの、うんうんうん、いや本当によい、よかよかだよこれ、うんうん、すごくいい、すごくいい。お色違いがございまして、うん、ベージュ、ベージュちょっと、ね、もうちょっと薄い、こんなお色もございます、うん、はい、なんせセミクチュールとこちらブランベール本日入荷ですからね、はい、全部ね、本日入荷、うん、本当にかっかで参考までに、あの私の身長は168センチでございます、うん、はい、あの近い方はぜひ参考になさってください、うん、かっこいいですね。でお値段を発表します、うん、こちらのハイネックのチェックのニット、はい、セミクチュールの、はい、が41,800円、はい、41,800円、はい、で、ブランベールのこちらのポンチョが、はい、53,900円、うん、53,900円ですね、はい、ちなみにあと黒もございます。あ、黒も、はい、でイスコデニムが10,000と7,050円、はい、でこちらのマレーラのハットが、うんうん、それかわいいですねすごいかわいいですねこれ、16,500円です。こちらも黒もございます。はい、いやめっちゃ可愛い。私からも以上でございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うわー派手な派手な女が来たよ。どこの人だ？シマークの人でーす。はい。旅帰りは違いますな。はい。美人さんになってきたと。本当にカラフルなね。はい、こう。スペシャル一押しギュッとしたニットですね、はい、かわいい色がとりどりで本当に元気が出る感じでもうなんていうのかな、うんうん、これもセミクチュールのパンツなんですが、はい、このウエストゴムと紐ですね、はい、ですっかり秋ですね。秋でした。秋、私も背が高いので参考になりますって。 ありがとうございます。よかったですね、はい、はいはい、でブルー、真っ青なブルーにもう春と秋よ、もうオレンジを着た、ちょっとこう合わせがねあれなんですけど、もう上に着ているのがこういう感じのものなので、もうこの色とこの色は合わないっていうことを全く度外視して着てみました。はい、そんな感じで、でこれはフード、襟がフードになってて、かぶれるフードになってますね、はいはい、で、今ここお首に巻いてるのは手に持ってるとすぐなくしちゃうので首に巻いてきましたそして、うん、これベルトになってるんですね、うんうん、で、ベルトをちょっとしてみますね、はい、先にやられてしまった、うんこれいいですよね。これでもセミクチュールの展示会行った時に、モッチーさんとコトキと私3人、真っ先にこれは迷わず、やっぱり、うん、ですよね、うん、箱から飛び出てきました。値段見てもうわーって言って、そこでもうくじけなかった、くじけなかった、もう本当に、うん、これはやろうっつって、これは
元気が出ますね。それでこれだけ色が入ってるから、はい、中シンプルでも派手でも、はい、もう何を合わせてもいいんではないかなと思いますね、はい、こんな風に、うん、ベルトをかっこいい、はい、ベルトをしていただいて着てもいいんではないでしょうか、うんうん、こんな感じです。あら、ね、気がついてみたらそのパンツも今日入ったセミクチュールのパンツ、ね、そうですそうです、セミクチュールのパンツですね、はい、これ今日早速売れましたよね。あ、黒がね、黒、うんうんうん、はい、出ましたね。かっこいい、このかっこいいですよね、うん、厚みがあるんだけどちょっととろみがあって、そう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 、で腰周りも割とゆったりなんだけれども、そうそうそう、もたもたしてなくて、そうですね、はい、こんな感じですね。実に扱いやすい、かっこいい、うん、そう、かっこいいですね、はい、で今中入れちゃってるんですが、はい、出すと普通の、はい、ちょっとつぼまってる感じなのかな、うんうん、こんな感じになりますね、はい、普通の感じで、本領発揮ですね。悪だね。おでしょ。元気になりますね。越後屋だ。越後屋。こんな感じでかぶれるフードになってます。素敵。ね、可愛いですよね。うん、はい、で今年割とこういうね、ニットのフリンジが結構出てますよね。はい、でこの上にはポッキーはないですが、うんうん、下のパンツにはポッキーがついてます。綺麗。ね、うん、色がねすごくいいですよね、うん、でこれにあのなんだっけ、オリジナルの太いベルトとかしてもまた雰囲気が変わると思うので、うん、遊んでみてください。やってみてくださいよ。こういう太いベルトでしてもいい、うん、いやでもこれいいですね。いいですね、とても良いと思います。なんかこういうのが来ると秋だなって感じしますね。なんか楽しい、楽しいですよね。まあ基本的に一番言いますもんね、ファッションの秋よって、うん、そうですね、髪型とファッションが変わる女心、こんな感じで中に入れちゃおうかな。女王参りました。いいですか。はい、ちょっとこのパンツがいいですよね。なんかいいですね。こうやってブーツインしても、うんうん、テロビンって柔らかい感じになるんですよね。ほどよいね。たるみたい。そうそうそう。かっけー。こんな風にしてもいいんじゃないかなと思います、うん。これはいいですかね。うん、いやいや、マジでかっこいいわ。ね、こんな感じで今ちょっとお袖をめくってます。いやー、さすが5000年ファッションの、そう、君臨してきただけあります。でこれの、仲間、うん、仲間がかわいいな、これもいいですよね。こんな感じの、ここにフリンジ、ちょっと肩の落ちたところにフリンジがついてるんですね。悪いけど、真似なんかさせないわよって感じの一着ですね。ね、そうそう、かわいい、うん、これを何でもなくこうやってパンツの上にさらっと着てても、最後それだけ着てみて。え、これ、うん、これ、うん、そのパンチさらっと、あ、さらっとさらっとで終わりたくない。わかります。さらっとで終わりたくなかったら最後もう一回そのカーディをアンサンブルして。でもね、同じ糸の使いなのでね。いや、俺あのプルオーバーも好きなの、うん、ね、あのプルオーバーがまた凝ってるんですよね、うん、後で近くに寄って見てもらいたいんですけど、うん、すっげえ、あれを使わないのか。あのね、パンツとかいろいろと、これは？あ、紹介すると思います。あ、そっか。あ、なんかチャーミングだこと。こんな感じになります。あ、なんかいい子みたいだね。お袖がやっぱり長くて、うんうん、いいですね。うん、かわいい。で、これは？これはかぶれない。あ、そうなんですか。あの、似合わないんですよ、私。うう、でも、すごくこれと一緒にかぶっていただいても可愛いと思います、はい、うん、ですよね、はい、
こんな感じでさらっとね、で、あとデニムみたいなのでもいいし、はい、ベストでもいいし、可愛いと思うな。これ網で切り替えでやってるのが半端じゃないですよね。でしょ、このボーダー全部切り替えなんですよ。ここね、これ全部一つ一つなんですよね、うん、そうなの大変な手間なの、これ。そうですよね、はい、わざと変則の波ボーダーにしてるの。そうですね、こんな感じで一つ一つがギューギュー。フリンジの出し方もね、うん、かわいい。してみようかな、これ。よいよい、かわいいってこんな感じで、あら、来てもいいかな、うんうんうん、なんかそうなると日常に落とし込めますね。そうですよね、うん、普段に着ていただいてもいいし、はい、これにちょっと厚手の太い白のパンツとか履いてもかっこいいくなるし、うん、なんかどんどん想像ができますね、これを着るとどんなになるのかなと、いやいう感じ。顔が元気だわでしょでしょ、もう今日はたくさんいろいろあって、うんうん、はい、じゃあじゃあ最後もう一回そのベスト脱いでいっちゃいましょうよ。え、あれをしちゃいます、うん、アンサンブルで上から、うん、暑いぞ。全然平気ですよ。そのコーデよ、そのコーデ。パンツの形いいでしょ。綺麗ですよね。全然ほら、全然普通じゃない。ですね。うん。ですね。うん、じゃあ。うん、それでフィニッシュですね。こんな感じで、はい、なるほど、こんな感じで、全然普通に模様からボーダーを出してみました、はい、わお、素敵じゃないね、綺麗ですね、うん、いいなって思うけど、値段がすごいことになりそうですはい、はい、じゃあおっしゃれってね言いますよ。いや、先ほど私が V の、はい、あのオレンジを着てたんですが、はい、それはセールになってます、はい、で 15,950 円が 12,760 円です、はい、そしてこちらセミクチュールのパンツ、あ、でもかっこいい、 36,300 円、はい、うん、で、で、いいんじゃない、追いかけなさいよ、かかる、あ、なんかうなずいちゃったですよねでもすっごくいいですもん。いいですよね、うんうん、価値がある、うん、いやだって凝ってますもん。凝ってますよね。じゃあこちらのセミクチュールのカーディガン、うん、目付けもすごい、うん、カーディガンですね、はい、それが 93,500 円。93,500 円、カーディガンっていうかどっちかっていうのもコートですよね。コート、あ、うん、そうですね、うん、ガウンコートみたいな、はい、そうですですね、そうですね、コートで着ていただけますもんね。あ、そうそうそう。そしてこちら、なんかそれもいい値段だと思う。そうですよね、うん、こちらの下に着ているニットですね、うん、それが6500円、6500円、はい、になります、うん、素敵、ちょっといいものをさせていただきました。いやー、うん、でもこの華やかさに全然負けてないから怖いわ元気が出ます、元気でカバーします。はい、ということです。はい、はい、あ、皆さんがおとなしいこと、はい、肩すぼまってきちゃうご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。まだご紹介できてないものもいろいろ入ってますので、ぜひお店も覗いてください、はい、ホームページには順次アップしていきますので、またご覧になってください、はい、じゃあ次は、ちょっと月曜日ライブがちょっとすいませんお休みさせていただきまして、水曜日8時からの自由が丘ライブになります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうございます。行きます、はい、This is the ファッション。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。